はい、本日はですね、こちらとうとうモンクレールのダウンジャケットを購入しましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら大阪の阪急メンズ館のモンクレールで購入させていただきました。別にどこで買ったかはどうでもええんやけども、それで買ってた時にね、モンクレールなんか僕行ったことないから、うわーってそわそわしてたら、店員さんもね、こいつ買わんやろなみたいな感じでね、もう他のお客さんとかは買いそうな人いっぱい、お金持ってはりそうな方いっぱいいらっしゃるけど、僕みたいなのやったらね、まあこいつどうせ構えやろみたいな感じで、僕も必死こいて、もうなんとかこれ水道代と電気代止まらないのでお願いしますって払ったんやけども、あの最初は補欠扱いされてね、お客さんの中でも補欠扱いされてたんですけども、まあそんな補欠扱いされた僕がようやくこのモンクレールのダウンジャケットを購入しました。開けてみましょう。こんな袋に入ってるんですけど、専用のね袋でしょうね。ゾーンと開けていくと、わーお、初めて出します。でよくね、あの服とかってこういうカバーにかけたまんまの方いらっしゃるんやけども、どんな服でもね、基本的にはこういう袋は外しといてください。というのも日本ってやっぱ湿気とかが多いんでね、服がどんどん傷んでくるんですよ。だから気をつけていただきたいなと思うんですけど、そんなことよりも見て、この生地感、そしてこのハンガーにモンクレールっていう専用のやつが入ってて、これはねモンクレールのマヤっていうモデルです。でこのジャケットがですね、確か20万900円かな、9000円かなぐらい、まあ大体21万円ぐらいのジャケットやったんですけども、まあ、早速着用していきたいなと思います。この表の生地とこの裏側の生地ってそんなに違いはなさそうですね。ちょっとざっと着てみるとですよ、はい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 、キャッチやないかい、これキャッチしてる兄ちゃんやないかいってなってくるんですけども、ちょっとそれは一旦僕の顔はちょっとどけといてください。どんな感じでしょうか。サイズ感的にもね、これが一番良かったなと思って、今着てるのがね、僕177.8cmの、体重が70kg ぐらい、まあ69とか言うてるんやけどもね、本番とかは知らん、まあそんな感じなんやけども、サイズが、3っていうサイズなんですよ。でモンクレールって0、1、2、3って出てくるんやけども、2はねちょっとちっちゃかったです。で何がちっちゃかったかっていうと、着丈が結構これぐらいまでのサイズ感やったんで、ちょっと手伸ばしたらもうおへそ見えとったんですよ。だからちょっとね、それはまああれかなっていうことで、まあ、店員さんも多分3ちゃいますかねっていうことで3来ました。で3は一応 L サイズ相当になってるんですけど、これ海外表記の L サイズやから外人の L サイズなんですよ。だからちょっと普通の L にしたら袖がちょっと僕余ってるかなと。僕いつもあんまり袖ね余らへん系 YouTuber として活動してるけども、ちょっと余り気味ですよねっていう感じなんですが、まあ、これがねサイズ感となっております。なんかモンクレールってもともとあの登山のブランドでね、アウトドアっていうかそういうブランドなんですけど、もうてっきり僕知らんくて、ラグジュアリー系かなって思って、ラグジュアリー系かなと思ってたけども、そうやって登山系やったらしいんですけど、まあ、そこからラグジュアリー系になったと。こんな感じでフードもね外せますので、フードを外して皆さんのご自宅のねマネキンの方にこれポンと置いといていただければ結構かなと思いますので、こんな感じで置いといてあげてくださいということで、どうでしょうか。まあフード外すと結構シンプルな感じになってくるかなと思うんですけどもね、なんでモンクレールって人気出たんですかって店員さんに聞いたんですよ。ほんなら、あの天下の木村拓哉さんがエベレストっていう、これとはまた違う、別これマヤっていうモデルやけど、エベレストっていうモデルを2006年かなんかに来たらしいんですよ。そっからもうバコーンって爆発的に人気出たらしいんですけど、もちろんそれまでもね、あの知っていただいてる方も多かったんですけど、その後がやっぱすごかったですって言ってあって、これ何入ってんねやろ、なんかポケットに何か入ってましたね。何が入ってるんでしょうか。おみくじか何か入って、あ、ボタンでした。ボタンがね、入っておりまして、予備のボタンなのかなが入っておりましたけども、そんなんちょっと言っといてくれないと、これ何入ってるのかね全然わからなかったんですけども、入っておりました。じゃあこのモンクレールのね特徴をね言っていきたいなと思います。あ、ちなみに、ポケットは両ポケットあってジップ付きで、でこのジップも、モンクレールが多分独自で作ったジップが採用されておりまして、腕のところにもこれはボタンですね、スナップボタンでちょっとなんか入れるようになってますけども、スマホとか入るかな、入らへんかな、入りましたね、入りましたね、閉めれないですね、iPhone 12 mini だと入るけども閉めれないということで、まあ、そんな感じのサイズ感で、あとはポケットとかはなしになっております。袖口のベルクロが特にねモンクレールらしさが出てるんですけども、こういった形でスナップボタンで2段階調節できます。一番こっちのもう一番開いてる状態で、2段階目はちょっと中に締めた状態なんですけど、まあ、これに関してはね半分がゴムなってるんですよ。だからゴムなってるからビヨビヨ伸びるんで、なんかちょっときついような気がするんですけどね、あの短くちっちゃくするとちょっとパツ
ツパツな気はするけども、まあ、こういう調節がありますと。ほんまに機能としてはそれぐらいだから、特徴を、ね、今からお話ししていこうかなと思うんですけどもね、このモンクレールの特徴ってどんな特徴があるんかっていうところをねお話ししていこうかなと思います。まずはこのダウンジャケットを語る上で、まあ、モンクレール全体なんですけど、もう何がこんな高いのっていうと、一つ言うこと、もうこれっていうのがあるんですけど、中の綿以上です。それ以上はない。もう中の綿について語る以外のところで話すことってそんなないかなと思うんですけどもね、それがね、ここの、よくアニメみたいなの書いてあるんですけど、これモンクレールに、ね、あって、僕大学時代もね友達とかこれ着とってんのすごいなと、20万のダウンジャケット大学生着れるんやと思ってたんやけども、こういうのがあったりだとか、あとねこのタグがね、まあ、後々喋るんですけども、非常に、まあ、なんていうの、価値を示してるというか、まあ、そういうことになってるんですけども、まず綿からいきましょう。綿ってね、よくダウンジャケット、こういったねノースフェイスのジャケットとかで、これ海外モデルのやつやったら700フィルパワーとか決まってたりとか、あとそれ以外にあって、これナンガのやつ、ホワイトレベルだ900フィルパワーとかってね、すごいフィルパワーっていう、要はダウンの中に入ってるレベルですね。レベルが高ければ高いほど、僕聞いたことあるの1000が一番マックスだけども、1000あったんちゃうかな、これが1000ですね。1000 の、 モンベルのやつなんやけども、あったりするんですけど、モンクレールに関してはフィルパワーの数値は言ってないんですよ。だからね、いつかこれ破ってちょっと調べてみようかななんて思ってるんですよ。 28.4g のうちの体積を調べるだけなんでね、そんな難しくないんですけど、ちょっと穴キュッて開けて、ね、出してみようかななんて思ってるんですけど、そういったことでフィルパワーの数値っていうのは出てないけども、じゃあなんでこれが高いんかっていうと、この中の綿ってね、ほぼ日本ではないんですよ。だからどこにあんのっていうと、中国かもしくはヨーロッパなんですね。でヨーロッパの中でも、まあ、スペインとかフランスとかポーランドとかハンガリーとかいっぱいあるんやけども、まあ、そこの綿を使用してるんですけど、そこの国もまだ明記してないんですよ。だから具体的にポーランドなんかハンガリーなんかとかでも分からへんねんけども、その中で取れたやつをね、こう扇風機みたいな、例えばでっかい扇風機をここにバンと置いちゃってね、で綿をねここに目の前にあってふわーっと飛ばすんですよ。でふわーっといっぱい飛んでるやつ、これ以上先に飛んだやつだけ、はい、モンクレールが買い占めますで、こうやって買い占めていくんですね。でその綿だけを使ったダウンジャケットやから高いんですよ。それがだいたい水鳥のね、ここのお腹の綿でもほんまに希少価値の高い綿なんですよ。ほんまに全部が全部そんな綿じゃなくて、一部だけそういうお腹のとこにあったかい綿があるから、その一部だけを使うから何話分もの綿をここに掘り込んでるっていう、まあ、希少価値の高さというか、いいとこだけ使ってるというか、牛肉でいうとこのフィレステーキみたいな感じでね、フィレステーキってもう1頭の牛の中でもちょっとしかないじゃないですか。あんな感じ、もうその綿も A 綿しかもう使わへんっていう状態で、その一定より先に行ったやつしか僕たち使いませんって言って買い取って、あと残りこうなんかいっぱい綿あるんですけど、そんなを他のブランドが買い占めて、これ実はモンクレールと同じ綿使ってるんですよなんて言ったりしてるんだけども、そもそもやっぱガッと買い占めるから、どのジャケットを買ってエベレスト買おうがマヤ買おうが何買おうが、綿に関しては自信を持ってるっていうのがこのモンクレールっていうブランドなんですね。で綿がいいとどうなんのって言われると、綿がいいと軽くて暖かい、もうこの2つになるんですよ。綿が重いといっぱい綿詰めやなあかんんですよ。ちっちゃい綿をバーっといっぱい詰めると重たくなるんですよね。やけど大きくて軽い綿をいっぱいちょっとだけ入れることで、同じ保温力やけどめっちゃ軽いやんっていう状態になるので、着てても疲れないし、やのにあったかい。だからモンクレール着てる人ってあんまり中着込んでないですよね。だいたいこういう感じでロンって1枚とかでモンクレール着たりするんやけども、他のペタペタのダウンとか着ようと思ったら、もう中に寝るシャツやヒートテック2枚とかもう、そっからニットを掘り込んで、なんかもう訳わからんぐらい着込んでからダウンジャケット着たりしてるんやけども、これはね、そういうふわふわのこのふわふわの中に熱がね閉じ込められてるんですよ。熱がこうふわーって中のふわふわの綿の中に閉じ込められてるから、外から風来ても守るんですね。シャットダウンするというか、風をバッて止めちゃって、ちゃんと熱で自分の熱で保って暖かくしてるっていう状態なんで、まあ、綿がとにかくいいというふうに覚えていただければいいんです。でどんな綿使ってるの、扇風機でブワーンと飛ばしてブワーンと飛んだ奥の方飛んでるっていうふうに、ね、思っていただいたら結構なんですけども、そういった20万するだけの、希少価値のある綿が使われてるということで、でねその次にね、まあでもそうは言いながらも、これモンクレール黙って何着かそのしょぼい綿使ってる可能性あるんちゃうんとかね思われる方もいらっしゃるっていうことで、こういったダウンの協会がね定めてる、これモンクレール社が定めてるわけじゃなくて、またダウンの協会があるんですよ、ヨーロッパに。でその協会が定めてるちゃんとした綿を使ったブランドだけこれ使っていいよ、この DIST っていうのを入れていいよって言われてて、このダウンインタレスト なんとかって書いてあるでしょ、システムなんとかって書いてあるんやけども、これが使われてるってことは
別にモンクレールが勝手に一人で言ってるわけじゃなくて、協会も認めてるよっていうところで、まあ、品質が保証されてるということになってますので、まあ、そういったことで勝手にあいつなんかモンクレールキャッチの兄ちゃんが偉そうになんか言ってるわっていうわけじゃなくて、キャッチの兄ちゃんが言ってるだけでもないし、モンクレールが言ってるだけでもなくて、ヨーロッパのダウン協会とかもちゃんと認めてるような、綿を使ってるんです。だからどこでこれ綿取れたかって言ったら追跡できるらしいんですよ。これはじゃあどこどこ会社が輸送したやろ、でその前っていうのはどこどこ会社が洗浄してるやろ、でその前っていうのはどこどこの会社で取れてるやろ、だからここの国のやつだって分かるらしいんですよ。だからそう追跡できるぐらいちゃんとしてる綿が使われてる、だから高いんだということでね。じゃあ逆に安いダウンジャケットとかって、ここにね去年のユニクロのダウンジャケットがあるんですけども、じゃあ安い綿って何がちゃうのって言われたら、その綿の質がね、やっぱりさっき言ったみたいにちっちゃくて、そんなに体積も大きくないやつがこう入れられてるから、いっぱい入ってるんですよ。でその分やっぱ重たいんですよね。で重たいし暖かくなりづらいんですよ。なのでね、こういう冬物っていうのはめちゃくちゃ価格によって性能の差がガツンと出てくるんやけども、じゃあ例えばこれが1枚のダウンジャケット、こっちは20万、20倍あるかって言われたらそこまでははっきり言ってないと思います。20倍の違いはないと思うけども、まあ数倍の違いはねあるかなと思うので、まあそういったことで、まあ、値段と性能ってまあちょっと比例してくるよねっていうことなんですが、で最後にね、最近はまあミンクになったけども、こういうテカテカした素材で、このテカテカしてる素材があんま好きじゃないっていう方もいらっしゃると思うし、やっぱり最近のトレンドってどっちにしてもこういうねマットな質感がね多いんかなと思うんですけど、これテカテカしてるのってあんまり高級ダウン以外は見ないと思うんですけどもね。まあこれはモンクレールが作ってる生地になってて、あのさっき見てもらったこういう生地がベースなんですよ。もうこれを使ってて、こういうようなベースの生地を使って上からねコーティングしてるんですよ。でコーティングしたらこれになるんですよ。もともとはこれと一緒、マットな素材でナイロン素材なんですよ。これナイロン 100% からそうなんやけども、この上にテフロンっていうね、あのフライパンとかで加工されるテフロンって、テフロン加工って焦げつきませんよなんて言ったりするじゃないですか。あのテフロンがこのジャケットに使われてるから、こういうテカテカした質感になってるんだけども、なんでそんなことしてんのっていうと、こういう水をね弾かせるために、撥水の加工とやるためにこういう感じでテフロンの加工が行われてると。だけどこれ防水じゃないんでね、このままほったらかして水滴ついた状態になったら中にどんどん浸透する可能性はあるんですよ。だからそういう時はこういうタオルとかティッシュとかにねちゃんと拭いてあげないと、せっかく中にいいダウンが入ってるのにね、ダウンは一番最大の敵は水ですから、もう濡れちゃったら終わりだからね、まあ、気をつけていただきたいなと思うんですが、まあ、そういったことで、じゃあデメリットは何なんかと、このジャケットじゃあいいよ、すごい素晴らしい、じゃあ20万もし仮に出したとして買いました、素晴らしいの分かってる、いいダウン使ってるの分かってる、何のデメリットがあるのというと、まず一つは維持するのにコストがかかるっていうのも、なんでかというと、ここまでの綿使ってるやつってなかなか普通のクリーニング店とかっていうのは厳しくなってくるんですよ。だからモンクレール専属の工場とかに出していかなあかんから、そうなってくるとモンクレールの店舗に一回預けたりとかしなあかんし、それって普通のクリーニングやりコストかかってくるんで、まあ、そう考えると他のダウンとはちょっと違うというかね、あのまあ中の綿だけじゃなくて外のコーティングもこれ剥がれてくるんですよ。だから普通のクリーニングじゃちょっと剥がれやすくなったりとか、いずれこれは 100% 剥がれるんだけども、それが1年で剥がれる人もあれば20年持つ人も言ってるんやけども、どっちにしても加工なんで、上からピョって加工してるだけなんで、これ剥がれてくるよと。車の洗車も一緒、車の、ガラコもそうでしょ、窓ガラスめっちゃ水弾いてええわ言うて喜んでんだけども、半年もしたらベチャベチャになってくるじゃないですか。あれと一緒、加工してるだけやから、これも加工してたらクリーニングとかに出したりしたらどんどん剥がれてきたりしますんで、剥がれたらボロボロになってくる。でそっからまた加工し直すこともできるらしいんですけど、それもまた高いんですよ。だからどっちにしても維持費は高い。だから車で言うと高級車乗ってるような感じですよね。お前ベンツとか BM とか乗ってたりしたら、やっぱ維持費も高いじゃないですか。それとほんまに同じような感じ。やったらもうあの国産のナンガなんていかがですかとかね、あの国産のトヨタなんていかがですかって皆さん言うけども、それと同じような感じですわ。だからちょっと維持費が高いということになってるので、まあ、その辺がデメリットになってくるかなと思います。で取り扱いも自分でやるのは難しい。もう加工とかがされてるから、されてなかったらね普通にお湯とかでやったりできるんやけど、手揉みとかもできるんやけども、この辺はちょっとややこしいかなっていうことはあります。で対してメリットっていうのは、綿の品質がいいっていうのもあって、軽い、めちゃくちゃ軽いで、この軽さで言うたら僕の体感としてはね、この900フィルパワーのダウンとか800ぐらいのフィルパワーのダウンジャケットぐらいの軽さがあるので、まあいいダウンなんやろなっていうのはね分かりますが、まあ、1000とかまでいかんかなっていう感じはするけども、まあ1000いこうかな分からんけどもね、まあそういった感じで軽さがあるっていうのと、あとダウンの抜けが少ないのはこれやと思います。でなんてお前来てすぐやのにダウン抜けへんって分かんのって言われると、普通のねこういうだけジャケットってこうやってダウン抜けてるじゃないですか。
ダウンって抜けてくるでしょ、どうしてもね。で、まあ、これとか分かりやすいんやけども、この生地のど真ん中だから、縫ってるとこじゃなくて生地のど真ん中からこう綿が出てきてるじゃないですか。で、まあ、こことかもそうやけどもね、生地のど真ん中のとこから出てきてますけど、この縫い目とかじゃないとこから出てきてるんやけども、このモンクレールに関してはさっきも言ったみたいに加工されてるんで、あの中から出づらいんですよ。あの生地だけだったら出てくるんやけども、そこから上に加工もしてるから突き抜けてきづらいっていうのはね、まあいいところでもあるし、あとそれ以外にもダウンの比率とフェザーの比率が90-10で、ダウンって言ったらもじゃもじゃの方、あのテンパの人で、フェザーって言うと羽やからこいつが突き破ってくるんですよ。こいつがブチンと突き破ってくるんだけど、このパーセントが低いからね、例えば70-30とかで 30% も羽があったら、そこら中に羽があるから、あの突き破ってくる可能性あるけど、90-10やから 10% しかないんでね、あんまり突き破ってきづらいっていうのもそうやけど、それ以上にコーティングもしてるから、さらにこう突き破りづらいっていうのはねあるんかなっていうことで、まあ、モンクレールのお話をさせていただきました。これ以外にもモンクレールなんか語り出そうと思って山ほどあるんやけども、それは後々いろんなダウンジャケット買っていった上でね、例えばエベレストも買いましたとか、なんとかも買いましたっていっぱい買った上でいろいろお話ししたいなと思うんですが、まずはこちらマヤっていうねジャケットを購入させていただいたということで、僕のねお金がどんどんなくなってはいてるんですけども、まあ、これ見ていただいてね、あモンクレールってこういうな感じなんや、じゃあ俺はやめとこうかな、あ俺買おうかなとかっていうね、まあ、参考になるんかなということで、今回はモンクレールのマヤを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。